モンガラでガチヤグラか。いやー、手越の記者会見感動したね。俺は手越がもしかするとスプラトゥーン2を一緒にやってくれるんじゃないかな、ちょっとワンチャンそれにかけてんだけど、どうですか？初心者におすすめのオーバーフロッシャーという武器があるんですけど、いかがですかね。マルチミサイルじゃないじゃん、赤ザップじゃねえよ俺。アーマーじゃん、ありがとう。アーマー2つあるから水中は倒しやすそうだな。落ちちゃった。でもハイドラとバレルスピナーか。まあハイドラがじゃあ乗ってくれんだな。了解した。なんですよ。役に立ってますか、俺のアーマーは。皆さんの、俺のアーマーが皆さんの役に立ってるのかだけ教えてください。いやー、やめか。ダメか。難しいなー。編成悪いな、これ。編成が終わってない？これ。このゲーム一番直すべきなの、武器調整じゃなくて編成なんじゃねえかっていう結論出そうなんだけど。焼いて、なんでそこにいんの、このサイパンってやつ。うまい、よくこれ逆転できたな。やっぱ突っ込んだもの勝ちか、勝ちやぐら。相手のなんだか、いや、いって。まあいいや。ミサイルあるといいな。ナイス弾溜まってる？
2人落としてるのでかいね。なんとか冷静に矢倉の上に乗っけて、ゲイ、名前で笑うわ。オーバーフローしちゃうか。あれか、バレてそうこれ。危ねえ、怖い怖い。あー、こいつうまっ。バレてたか、イカ人かこいつ。ああいう時なマルチミサイルじゃないとうまく詰めらんない。相手ローラー落ちてるね。っていうかこれは勝てるんじゃ。こういう時絶対勝ちたいんだけど、しかもオーバー、ローラー落ちてねえじゃん。全然復活時間遅かったよ。ペナアップつけてやる、もしかして味方つけてないけど。あーごめん、あーマジか。そこ見えなかったな。イカ人かスパッタリ、イカ人つけてるスパッタリいんの、マジかこれ。相手ローラーもあれか、イカ人ってないだろスパッタリで。すごいな。スパッタリでイカ人つける、つけないよね。ありえない使い方してると思うんだけど。うまい、このブラスターの人うまいな。
ナイス。ちょっデイビッド・リッターか。お風呂、ここの初動どうすべきかな。相手のお風呂まだ最初やってくるか。2人3人ハイドラ止めないとさ進められるよね。まあリッターがハイドラを抜いてくれるかどうかなんだよな。一重にんでこれ当たんでんだろう。弾イカニの時ってさ相手の範囲なんか下がってない。この人めっちゃ、いやーこいつうまっ。あれやられちゃうんだ俺。申し訳ねー、せっかくリッター抜いてくれてたのにな。スクリュースロッシャーいるんだ。あこれお風呂やれたのでかいと思うけどな。あの位置でお風呂生きてられるとやりにくくない？この人うまい、結構あれだな。塗っといて、とりあえず塗りを。あー無理かな。うまい、ナイス、頑張れ。ナイスローラー。結構相手塗り強くないこれ。お風呂いるしな。いなかったこれ。リッター死んじゃったと。全然今分かんなかったな。全く感じなかった。ローラーやってくれたのありがたい。わべ、やばいな。この人うまいる。
ナイスナイス。はあ。惜しい試合だったな。勝てそうだったけど、やっぱり勝てなかったな。まあこれが俺の才能の限界か。